桃太郎伝説。ハドソンが、日本一有名な昔話の、桃太郎を題材にした純和風な RPG です。内容は、あの桃太郎を主人公に、昔話の世界を、所狭しと冒険して、おなじみの猿、犬、キジをお供にして、鬼ヶ島の鬼を退治する物語です。桃太郎なので、基本的は鬼が多いですが、出てくる時に必ず一言があって、新しい敵に会うのが楽しみでした。また、魔法は術ということで、各地にいる仙人から教わります。しかし、教わり方も戦闘から、アイテム集めからトンチまで多彩です。また、このゲームはプレイ時間に応じて、桃太郎の年齢が上がり、一定の年齢に達すると、女湯に入れるというちょっとエッチな、ものもあり、みんなわざとプレイ時間を、長めにしていました。容量の少ないファミコンに、これでもかと小話まで、詰め込んでいる熱意は、本当にすごいです。また、当時としては、敵を殺さないというシステムは、新鮮でした。当時は、ジャンプ放送局の企画発で、ジャンプと連動した話も多く、読者の絵が採用されたり、桃太郎伝説のシステムを応用した、イベントなども開かれ、社会現象になりました。当時の少年のように、愛と勇気を学びませんか？マザー、後に、マザー、シリーズとして、人気になるゲームの処女作です。現代アメリカを舞台としており、映画やドラマのような雰囲気を取り入れ、児童文学っぽい感じと、ノスタルジックな世界観を織り込んだ、斬新な世界を作っています。主人公は未成年の少年で、日常にあるものがアイテムや、武器として扱えるということで、どこか身近な雰囲気になり、自分に当てはめて、楽しめるようになっています。また、ストーリーを進めていく中で、立ち寄る場所も、日常に存在するものが多く、脇役や敵キャラクターも個性があり、リアリティある演出が数多く存在して、まるで自分が冒険してるかのような、気にさせてくれます。戦闘シーンはドラクエを、イメージさせるような演出、になっており、殺伐とした雰囲気は、感じられない仕様となっています。BGM もこのゲームに合った良曲な感じがします。コミカルな雰囲気も多数あり、他の RPG とはちょっと違う雰囲気があるので、ぜひ一度プレイしてほしいです。メタルマックス、竜退治はもう飽きた、という当時の、大御所であるドラクエに挑戦状を叩きつけた、キャッチフレーズを背負った本作は、文明崩壊後の世界を戦車で旅をして、賞金首を倒して回る、フリーシナリオ RPG、という、非常に独創的なゲームです。主人公は選ばれし勇者でもなければ、奇跡を操る魔法使いでもないただの放蕩息子。本作には、便宜上ラスボスはいるものの、全うすべき使命もありません。エンディングが見たければ実家に戻って、お父さんに頭を下げて、引退、すれば、いつでもゲームを終えることができます。そんな中で賞金首を倒し、道中で知り合った、先輩の仇を取り、世界を救うことも自由です。システム面では戦車の豊富なカスタマイズが、最大の特徴でしょう。より強い賞金首を倒すために、弱い賞金首を倒して、戦車を強化を繰り返し、そちらに夢中になって、シナリオを忘れてしまって、独特の世界観に没入できる名作で、現在に至るまで新作が作られ続けています。デジタル、デビル物語、
女神転生2。新型爆弾によってすさみ切ってしまった東京。次元の裂け目から悪魔が出現し、街は混乱を帯びてカオスと化していた。神の使いによって、救世主に任命された。主人公はこの状況を収めることができるのか。銃と剣の2種の攻撃要素に加え、前作同様、仲間という悪魔を仲間にする。コマンドが独創的で面白い。さらに以前より交渉要素が増え、それを確証づけるための魅力値という隠しパラメーターも特徴。そして、極めつけは悪魔同士の合体。3体まで合体できるようになり、その組み合わせで強力な味方を作り上げる考え方は秀逸。中盤のボス、魔王バエルは倒すと、カエルに変身することになり、その際に殺すか否かを選択することになる。その選択以下でエンディングが、ウッドかバッドか変化するので重要。もともと何の使命の下に旅に出ているか、そのあたりがブレてしまうとバッドに、寄っていってしまうので注意が必要。銀河の3人、PC 版のゲーム、地球戦士ライーザを、大幅にアレンジしてファミコンに移植した、SF ロールプレイングゲームです。発売のタイミングが、ファンタシースター、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト3、などに挟まれたため、売り上げはあまり伸びませんでした。長い号による超インパクトのパッケージと、本編の80年代アニメ調のあっさりした絵のギャップが大きいです。内容は宇宙戦争が舞台の SF 系 RPG です。主人公とブルウリミの3人が地球征服を企む機械生命体ガルムと戦うというストーリーです。何と言ってもストーリーが素晴らしく、BGM もかっこいいです。中盤まではゲームバランスもいいのですが、終盤の難易度がかなり高く、裏技を使わないとクリアが難しいほどです。そして感動のラストは賛否両論分かれますが、心に残る名シーンであるのは間違いないです。売り上げが伸びないこともあり知名度は低いが、隠れた名作 RPG と言える作品です。ラグランジュポイント、ゲーム雑誌、ファミマガ、の、100号を記念して、ファミマガとコナミの合同企画として、作られたゲームです。このゲームには読者からのアイデアが、積極的に取り入れられているのが特徴で、敵キャラの名前やデザインに音楽、10人のメッセージなども採用されています。ストーリーの舞台は、宇宙のラグランジュポイントに築かれた、スペースコロニー軍、イシス星団、です。そこで内戦が勃発したため、主人公、ジン、を含む地球圏の調査隊が、内戦鎮圧のためにイシス星団へ向かう、といった内容になってます。重厚な雰囲気の SF で、正統派な RPG といった感じです。BGM とグラフィックも、ファミコン後期であったため高水準です。本作が発売された時にはすでに、スーファミも発売されていたため、あまり注目されませんでしたが、ファミコンの限界を超えた良作として、今でも語り継がれる作品です。
スクエアのトム・ソーヤ、トム・ソーヤの冒険をモチーフとした、スクエアが制作した RPG です。斬新なシステムが特徴的です。RPG のよくあるワールドマップはなく、主に街や森や建物内で構成されています。画面構成も斬新で、上半分だけが表示されて下は基本真っ黒です。会話やコマンド選択などのテキスト表示に使われます。画面が横長なので、マップも縦方向への移動はかなり狭くなり、横に長いマップとなっています。バカゲーの要素も豊富で、演出やテキスト内容がかなりコミカルです。エンカウント時に主人公が、目玉を飛び出して驚いたり、リセットボタンを押す敵がいたり、本当にタイトル画面に飛ばされます。エンカウント率が高く、意外と難易度は高いですが、当時としてはグラフィックも良く、ストーリーや BGM も素晴らしいです。さすがはスクエアの作品と言えます。しかできない。